仲間をつなぐ懸命に生きること冒険と呼ぼうか Yes, we can super power。さあここからは企画コーナーに参りましょう。わたしさーん早い早い早い、まだタイトルコール言ってないんですよ。え、私のセリフは〇〇のような〇〇の〇〇です。びっくりした、テンポ崩されるわ。はい、受肉されたおじさんが美少女になってしまうファンタジー美少女受肉おじさんとにちなみまして、このコーナーではもし皆さんが異世界で受肉されたらどんな肉体になりたいのか、うん、でせっかくなので、まあ、作品にちなみまして異性でやっていきたいなというふうに思うんですけども、それを赤裸々に発表していただきたいと思います。我々もですね、どんな肉体になりたいのかっていうのをちょっと事前にイラストに書いていただきましたよということで、はい、順番に発表していきたいと思うんですけれども、はい、じゃあまずは、まあ、せっかく MC なんで私から言ってしまってもよろしいですか。行っちゃうんですか。最後やってくれるんですか。なんでこういうふうに言い始めたかというと、オチにつながるような絵じゃねえなと思ったんですよ。それ言ったらね、俺も、あ私も、あ、じゃあ真央さん最後かな。なんでよ、なんでなの。今の順番だと僕、日野さん、宇治さん、真央さん、言った順ってことか。言った順だ。言った順だ。じゃあ真央さんからいきますか。あ、やった、はい、本当にやった、優しい、はい、優しい世界だ。それでは真央さん、自分はどういう肉体になりたいですか。どうぞ、はい、ででんだな、はい、お上手、はい、私の筋肉はですね、これどういうことを意識されたんですか。そうです、できれば190センチ以上の高身長で、でも笑顔はふわっとしてて、ハンサムガイな子がいいなっていう。おー、なるほど。筋骨隆々の、あ、なんか結構痩せ細って見えるんですけど。違うんです、これ筋肉描きたかったんですけど、ちょっと私の絵力のなさが。あばら骨じゃないんだね。そうなんです、骨じゃないんです、浮き出てるわけじゃないんですよ。だからなんか主人公たちが立ち寄る村のちょっとその苦労している男性 A とかではないんですよ。違う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 ムッキムキを描きたい。ほらもうキラキラ飛んでてムキムキなんですよ。あーなるほど、はい、シックスパックってやつですね。シックスパックってやつですか。出てたらよ冷蔵庫って言われる結構ですよそれは。そうなんです、まあまあスタイルもよく、はい、柔らかい雰囲気の男性が理想ということで、はい、次のメンバー見てみましょう。はい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 、日野さんお願いします。すいいですか。はい、いいですか。はい、それでは日野さん推し肉発表お願いします。もうこれ絶対最後だったじゃないですか。間違えた、マジで間違えた。いや、これは何ですか。じゃあこれ、はい、異性ですよ、異性。異性ですか。もう性とかっていうレベルじゃないんですけど、異性物なんですけど。やっぱね、異世界行ったら可愛い見た目で、はいはい、まず油断させるためにも、はいはい、可愛い、うん、これね、まあ、そこまず間違ってると毛だらけなんですよ、毛だらけ。あー、それはそうですね、うん、はい、毛バッカーって名前の毛バッカーっていう、あーすごいっていう。でもこれメスです。空飛ぶバイクをなんか石とかで落としてそうな、うん、でもねメスです。あ、女の子なんですね、うん、まあ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 、まあ、見た目がどう見えようとね、うん、女の子であることに変わりないですけど、本人が主張すればそうなんです、うん、メスです。いや、この毛を剃るとすごい可愛いから。この状態でも可愛いんだけど、剃るともっと可愛いから。これはじゃあ、可愛いっていう、ちょっとごめんなさい、ヒロさんの可愛いのちょっと概念から聞かせてもらってもいいですか。え、可愛くない。ほら、マスコット的な意味でですかね。あ、そうそうそう、あ、うん、そうですよね、やっぱマスコット的な、ね、感じじゃないとどう考えてもおかしい骨格してますからね、うん、ちなみにこのね、はい、毛を刺すことで、はい、生体エネルギーを吸い取るという、ね、あ、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。怖いモンスター側なんですねモンスター側だね。まあ、日野さんらしいといえば日野さんらしいですけど、うん、モンスター側に立つっていうのは、異世界に行って別に人である必要ないじゃない。まあ確かにそうですね、うん、でも俺その姿やだなその姿で何ができるだろうって。少なくとも日野さんの声なんですよね
異世界で異性になってるのに日野さんの声なんですよ。そしたらもうそれ日野さんなんですよ、ただの。ありがとうございます。ちょっとね、まさかの変わり種が出てきてしまって動揺してるんですけども、じゃあ次のメンバーは私ですかね。はい、じゃあ私発表させていただきたいと思います。僕も真っ当にありました、ほら。かわいい。これは身長がですね、163センチで、まあ、エルフ族に属しておりまして、うん、まあ、職業としてはどっちかもガンマンっていう割と後方支援者、まあ、中距離で戦うタイプのエルフで、まあ、魔力もそこそこありますけれども、自分が銃が好きって、これ銃ですね、はい、はい、銃が好きっていうところで、まあ、銃で戦うんですよ。これがやっぱりダブルハンドガンということで、うん、もうこれがまたかっこいいなっていうところで戦わせてもらってます。このイヤリングなんですけども、これ双方違う本当は色をしてて、ちょっと黒のペンしかなかったんで、これはもうスタッフの準備不足ですね。はい、強く言っておきますけども、このイヤリングをどっちか使うことによって召喚獣を召喚できるということで、強い、めちゃめちゃかっこいいんですよ。細かい、あ、召喚するとこれが出てくる。わー、やだ、弱そうだ。行けピュン。まさかの共通点生まれましたけれども、で、まあ、割とスレンダーな体をしておりまして、髪は黒のショートカットですね、まあ、エルフといえば、まあ、どっちかというと金髪が多いと思うんですけれども、ここはあえて黒に先発しているっていうこだわりの強い女性になりたいなというふうに思っておりますよ、ということで、まあ、以上です。さあ続きまして、もうコーナー終わりましょう。ないよそんなの。続きまして最後のメンバーでございます。藤井さん、お尻肉の方発表お願いします。一番平凡ですからね。お、すごく、はい、女性声優が答えたら可愛いなっていう回答にしました、はいはい、いや、それを先に言っちゃうんだな。えい、いや、いや、あー、どっちどっちになりたいの。これ、猫ちゃんで、はいはい、私がこの世で一番可愛いと思ってる生き物は、はいはい、私の一緒に暮らしてる猫ちゃんなんですけど、猫は可愛い、はい、に転生して、はい、イケメンに飼われたいっていう願望です。ですね、はい、イケメン側に転生じゃないんですもんね。あ、こっちです。あ、こっちに転生して、ね、はい、何不自由のない生活をできたらいいなって思って。でもその猫はただの猫に見えて、実はどんな能力が備わってるんですか。どんな魔力が、まずうーって泣きますね。おーって泣いて、はい、この右のひげを、はいはい、この右のひげを刺すと、はい、右のひげを刺すと人を操れます。操れる、そのイケメンは操られてるってこと。操ります、操りたいイケメン、そしてイケジョー操ります。でこっちは非常食です。非常食食べちゃう。ポッキーいかないからな。ちょっと食うに困ったらヒゲは食べられるっていう感じに。なるほど。もうやめてよ。これはですね、私の召喚獣にしても良いでしょうということで。そうだね、右と耳、左で ね、そうですね、ちょうど、うん、これとこれが出てくるっていう、ね、ペーってできるっていう。急に俺の召喚獣像がちょっとだいぶ変わっちゃったんですけれども、まあ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 、まあ、可愛らしい魔物2匹が揃ったということでありがとうございます。で立ち行く村で真央ちゃんを仲間にパーティーにし、はい、触れるもの皆さん、ね、前衛なんで。ね、タンクだ、はい、タンクとこうでちょうどいい。これでパーティーが出来上がりました。これで異世界冒険していきたいと思います。